ハリドシェイク・モハメドは、ウサーマ・ビン・ラーディンのアルカアイダの幹部。1999年からは、対外宣伝を担当するが、オいのラムジ・ユセフと共に、アルカアイダの爆弾テロに関与した。2003年3月、潜伏中のパキスタンのラー・ワルピンディで、アメリカ合衆国の情報機関に支援されたパキスタン、統合情報局によって逮捕された。2006年、 グアンタナモ米軍基地に移送、収監された。2001年のアメリカ同時多発テロ事件の起案者とされ、2007年、これらの容疑を認めた。2008年、マイケル・ヘイデン中央情報局長官は、モハメドに対し、ウォーターボーディングによる水攻め尋問を行ったことを認めた。2012年に、グアンタナモ米軍基地の軍事法廷で、 他4名と共に裁判が開始されることが全米各市で報道され、死刑を休刑する予定とも報じられていたが、最終的に2019年8月30日に死刑を休刑する裁判は2021年1月11日に改定されると決定した。パキスタンのバローチスターン州出身の両親のもとでクウェートで生まれた。少年は1964年とされるが説がある。 16歳でムスリム同胞団に参加、直後にパキスタンに移った。3歳年少の老いのラムジ・ユセフも同じような境遇である。その後、勉学のためにアメリカに渡る。アメリカでのいくつかの屈辱的な経験がテロリストへと向かわせたとされる。ノースカロライナ州の大学で機械工学の学位を取得するとアフガニスタンに移った。アフガニスタンでは兄弟たちと ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻に、ムジャーヒディーンとして戦った。そこで、当時アフマドシャーマスードに近かったアブドゥルラッスルサイヤ、ふと知り合う。1987年には発展途上国の支援を、するアメリカの団体の資金援助を受けて、静岡県の建設機械メーカーで研修を受けるため3ヶ月間、日本に滞在している。 アフガニスタンでのソ連との戦いの後は1992年まで電子機器の会社で働き、その後、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争にムスリム義勇兵として参加。その後、カタールの政府機関でエンジニアとして働いた。その後、世界貿易センター爆破事件や防人化計画を立案。1994年からカタールの後半の輸出業者としてフィリピンに渡った。 またサラエボにも赴き、ボスニア・ヘルツェゴビナの市民権を得ている。CIA の補足を恐れて、パキスタンに戻り、母人化計画の発覚後はカタールに移動、イエメン、マレーシア、ブラジルなどを工作活動で回り、スーダンでビンラーディンと会っていることが確認されている。アメリカが州国連邦政府から、カタール政府に逮捕を要請されると、アフガニスタンに逃亡した。 スーダンを追放されたビン・ラーディンもアフガニスタンに移り、ビン・ラーディンの指導下に入っていった。チェチェン共和国に入ろうとするが果たせず、カンダ・ハールに戻りアルカイダの幹部に迎え入れられた。対外宣伝を担当し、特にジェマ・イスラミアと密な関係を築いた。その後、母人化計画のアメリカ国内版とも言える、アメリカ国内の東西の地区で航空機を同時に、 爆破する計画をアルカイダに提案。ビン・ラーディンは当初は関心を示さなかったが、1998年末にロサンゼルスなどを対象から除外した上で、最終的に計画を承認した。1999年の春から、ビン・ラーディンやアルカイダの軍事部門の指導者のムハンマド・アーティフが計画を練っていった。ビン・ラーディンは資金を提供し、作戦の実行責任者として、 モハメドアタを選出すると、モハメドは技術的な細部を担当した。イスラエルのアリエル・シャロンが岩のドームを訪問、インティファーダが起こっていたことから、ビン・ラーディンは2000年中に同時多発テロをアメリカで起こすようにせかされたという。AFP、CIA 長官、アルカイダ容疑者への水攻め認める。フランス通信社、httpww.afpv。 ドットコム、アーティクル、ディザスターアクシデン d クライム、クライム、e crime, 234万 6882, 260万34722011年3月11日閲覧。ローゼンバーグキャロルトライアルデートフォーメンチャーチドウィズプロッティングセプット、11、アタックスイッセットフォー2021、ザ。 ニューヨークタイムズ、衣春0362から4331、https、w w w n e タ t i m e s c o m 2019、08、30、アス、ポリティックス、セプット -11 トライアルグアンタナモ米、html2019 年8月30日、閲覧。アルカイダナンバー3、結成前の87年に来日前団体資金で、研修。 朝日新聞 PP34 ページ。アルカイダのメンバーが4回入国新潟市内に潜伏。朝日新聞、ありがとうございます。